ちは。2022年4月3日です。蘭越ふるさとの丘で車中泊させていただきまして、そして、走行動画の方ですね、こちらの方をアップロードさせていただきました。それから、黒松内で、一休み、それから、おしゃまんべを抜けまして、濁川温泉ですかね、の新栄館に入浴させていただきました。400円です。貸し切り状態で、どなたもいらっしゃいませんでした。そこに入浴してから、ツドールプラザ佐原で今撮影をしてます。この道の駅ツドールプラザ佐原なんですけども、今日は天気が良かったんですよね。それで4階の方に展望台があるんですよ。でそちらの方に行ってみました。当然エレベーターがあるかなと思って期待したんですけども、エレベーターなしですね。4階まで階段で、上がってきましたけど、結構はぁはぁはぁ言いましたね。もう一組の方もいらっしゃってですね、同じくエレベーターないって言ってはぁはぁはぁ言いながら上に上がってきました。それでまあ望遠鏡はあったんですけども、それも無料で見ることができます。この望遠鏡で見ましたら、対岸のですね、ミタラムロランが見れるんですよ。それから地球岬を見れますね。ムロランの地球岬の灯台が見えるのと、ミタラムロランの、白鳥橋ですか、それと大きな風車がぐるぐる回ってるのが、見れます。これ肉眼でもやっとさこう見えるぐらいですね。望遠鏡だと確実に見えました。なかなか今日は天気が良かったですね。距離的にこれ直線距離で10キロ、20キロ、30キロぐらいですかね、離れてますね。ですが今日は天気が良かったんで30キロ離れた遠くの、対岸の室蘭が見えたということです。それから虻田宗別、それから有珠山とかそっちの方も、見えるみたいですね。見てみたんですけど、どこがちょっとだかちょっと分からなかったですけどね、なかなか良かったです。そして、展望台の方に、上がっていきまして、はぁはぁ言ってたら、一緒に登ってきた方がいらっしゃいまして、その方が宗別から来たということですよね。それでちょっとお話しさせていただきまして、私の、YouTube のチャンネルの方を、チャンネル登録といいねボタンをなんか押したみたいですね。昔の動画ですよね。検索入れたらなんか昔の動画が出てきたみたいで、宗別の動画がですかね、それが出てきて、それにいいねボタンとチャンネル登録をしていただいて、ありがとうございます。それからまたお土産のお礼の焼酎ですね、2缶、差し上げました。どっちの方行ったんでしょうかね。その方の後はちょっとだけついて走ったんですけども、多分鹿部間欠泉の方に向かったと思うんですよ。で私の動画次はですね、鹿部間欠泉です。ここの道の駅、それから江さんの江佐岬海浜、公園の海浜温泉ですね、海浜温泉露天風呂、そこに入浴させていただきました。それから南東江さんに行きまして、逆方向にこう海岸線を行きまして、小さな温泉があるんですが、そちらの方も、撮影だけさせていただきました。入ろうかなと思ったんですけども、断熱のやつを浴槽の上に浮かしてあったんで、まだダメなのかなと思って、誰もいなかったんで撮影だけして、帰ってまいりました。で、今日の予定は、今いるのはですね、縄文ロマン南茅部道の駅です。今日はここへ泊まろうと思います。本当はツドールプラザ佐原まで戻ればいいんですけども、ちょっと遅くなって、疲れたなということで、ここで、休みます。疲れたっていうのはですね、 A さんの露天風呂ですか、時間によって海の中で没してしまうというところなんですが、そこに入ったんですよね。この後の後でやりますが、それでちょっと疲れたんで、近くの道の駅で、今日は車中泊、そして明日また、濁川温泉に入浴させてもらって、寸貫湾をぐるっと回って、虻田あたりで、アップロードですね。それから虻田で泊まるか、千歳まで頑張って走っていくかというふうにいろいろ考えてます。ツドールプラザ佐原なんですけども、1階の方には若干の、ものが売ってますね。それほど大きな売店ではありませんが、非常に綺麗になって、いろいろお土産物も種類が多いみたいですね。量的には少ないんですよ。ちょこちょこっとしかないんですけども、いろんな種類が、あるみたいです。2階の方には喫茶店があるんですが、誰も利用されている方はいません。下の方では確かおにぎりとですね、なんかのお弁当を売ってましたね。1回ここで買ったことあるんですよね。ホッキ貝のお弁当だったんですかね。なんかそれが あるとこです。
そして横の方には、物産展ですか、そちらの方があります。物産と言いますかね、何なんでしょうかね、ちょっと覗いてみたんですけど、あまり、人がいなくて、何もなかったような、感じです。本当にこのツドールプラザ佐原、本当に綺麗なところですね。天気のいい時はやっぱり展望台に登るべきですね。反対側の方には駒ヶ岳が見えます。それと海側の方には対岸の宗別、伊達、室蘭、豊浦、虻田ですかね、あの辺がずっと見ることができるようなロケーションになってます。ここまで、だいたい走行距離は、300キロちょっとぐらいですかね、の距離です。2日目の走行距離はだいたい250キロぐらいを予定してるんですが、そのぐらいですね。那須田にしましたので、300キロ走っても十分疲れないで快適なドライブを送ることができるんじゃないかなというふうに思います。ツドールプラザ佐原、なかなかここもいいところですよね。ユー森も近くにあるんですけど、ユー森はトイレがあまり綺麗でないんですよ。でツドールプラザ佐原まで、何キロあるんですかね、10キロぐらいですかね、そこまで走ってしまうと綺麗なトイレの佐原に道の駅に、着くことができるんで、ユー森に泊まらないで、佐原に泊まろうということで、先に寄ってみようということで来たんですけども、帰りまたここまでたどり着けず、縄文ロマンの方で、車中泊ということになってしまいます。非常に今日は天気が良くて、快適なドライブを送らせていただいています。気温の方はだいたい10度ぐらいですね。さすが函館の方に来ますと、あったかいですね。道路の方はもう全然雪ありません。那須田で十分、OK ということです。快適なドライブです。FF フィードの方もまだつけてませんね。多分日が落ちて、夜の6時かそのぐらいになったらヒーターのスイッチを入れようかなというふうに、思ってます。昨日もだいたい蘭越で、過ごしたんですけども、その時もだいたいそうですね、6時か7時頃になってスイッチ入れて、ずっと朝まで26度ということで、快適に、過ごすことができました。今回も、ここでも、縄文ロマンでそうしていこうかなというふうに思います。縄文ロマンはですね、これコンクリートで囲まれてるんで、今見たんですけど Wi-Fi ありませんね。車内からポケット Wi-Fi を出して、それで、やっていこうかなというふうには思ってます。ツドールプラザ佐原のことを お話しなければいけませんけども、A3 簡易公園のことをお話したいなと思っちゃうとですね、どうしてもまた話が飛んでしまうんですよね。今この動画は佐原の道の駅の、動画をの説明をしなきゃいけないなというふうには思っております。この駒ヶ岳ですね、2つに分かれてまして、真ん中の方に噴火して、右と左に分かれてしまったというような説明がブラタモリかなんかでやってたような気がして、それを、思い出したところです。天気のいい時はいいですね。青い空のドライブ、白い雪はだんだん減ってきましたけどね、青い空、そして青い海を見ながらの噴火湾のずっと走ってくるのもなかなかいいです。今日は波がありませんでしたね。非常に静かな、状態の海です。漁船がたくさん出てるのが、見えました。今は何が取れるんでしょうかね、よく分かりませんけどもね、漁船がたくさん出てるのがなかなか印象的でした。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。失礼いたします。